本当に一人でも多くの人に見ていただけたらなと思ってます。皆さんの力を借りられたら嬉しいなと思っております。今日は本当にありがとうございました。1年前ですか、ちょうど撮影してまして、ようやく今日初日迎えられて、この濃いメンバーでね、やってまいりました。反応はこうあえて聞かない方がいいですね。どうでした？いやいや、僕は武田さんに任せます。皆様こんにちは。好き役をやらせていただきました、久保田正孝です。反応は武田さんに聞いた方がいいですもんね。やめた方がいいですね。じゃあ、いや、やめた方がいい。ダメです、ダメです。本当に短い時間ですけど、よろしくお願いします。キッド役を演じさせていただきました、本郷奏と申します。いかがでしたかと聞きそうになりますが、武田さんにとっておきますね。今日は短い間ですが、楽しんでいってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。僕ら勢ぞろいして、皆さんの反応その程度ですか？こんにちは！ありがとうございます。でもまだちょっと元気ないようなので、一回どうでしょう、皆さんスカウトしますか？しませんね。ですね、ブローを演じさせていただきました武田真治です。楽しんでいただけましたか？ここ使われるところなんで、もうちょっと大きい声、今の練習ですので、楽しんでいただけましたか？ですが、皆さんと少しトークを繰り広げたいと思います。よろしくお願いします。この人にこれを聞きたい。はい。ですとか言いたかったことありますか？そうです、あ、特にはないんですけど、僕は順調に撮影してたので、はい、1年。でも雨の時ブーブー言ってたよね。雨はもうそうです。後半ずっと12時間とかずっと雨に打たれてて、真矢さんいらして立ち回りすると現場拍手が起こるんですね。全スタッフが、おお、真矢さんすごい立ち回り、ちょっと待て待て待てっつって、違う違う、俺12時間ぐらい雨に打たれて、ね、朝からやって拍手の一個もねえじゃねえかっつって、違う違う、ね、年齢いってるから盛り上げないとこれ死んじゃうんじゃないかっていう、そういうご配慮なんですよね、あれはね。武田さん、なんだろう、あれスペイン語でしたっけ、あれイタリア語でしたっけ、あれスペイン語、あれどれくらい練習したんですか？6回ぐらいか。あれって本当に喋ってたんですか？ビエンベニーダだよね。一応ね、スペイン語喋れる方が監修についてて、そうなんですね、単語で、ね、すごいさらっと喋られてたんで、結構練習されたのかなって思って聞いてました。ありが、でもここで聞く話でも現場で聞いてくれればよかったね。ほら、距離遠かったじゃないですか。よっぽど何もないんだろう。いや、そうだね、よっぽど何もなくなって。いやいや、でもなんか どうだったのかなって。いや、スペイン語 の監修の方が、自分ご自身がスペイン語をお話しされてる動画をスタッフさん自体に僕の LINE に送ってくれるんですけど、その方がですね、なぜか山手線でそのセリフを言ってるんですよね。山手線の中からこう、ビエンベニーダ、ビエンベニー、駅に降りるか、もっと場所があるんじゃないか、不思議な、不思議ななんか事前資料が来ましたね。いやー、さすがっす。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。僕撮影中結構スマホで皆さんのこと隠し撮りしてるんですよね。してた、してた、いつもしてた。今後随時それアップしてっていいですか？ぜひぜひ。結構アーカイブがあるのよ。ここでしか言えないぶっ飛んだ願い事をこちらの短冊に皆さんに書いていただいております。変身したい。何それ、何にかな。でもこれ魔法とかっていうことじゃなく、魔法使いたいとかっていうことじゃなくて、私趣味が旅行なので、一人でこう海外とか行ったりするんですけど、その時に女の子一人だと危ないよとか、そういうふうに言われるのがちょっと嫌なので、そういう時にすごいこう体格のいい大きい男の人とかに変身して、筋肉太郎のことを指してで間違いない、はい、武田さんとかに変身して、なんかこう強く見せたいなっていう願いです。はい、玉城さんの魂が私の体に宿るということですか？なんかちょっとしたドキドキが、ちょっとしたドキドキが、会ってやろうか、その時。え？玉城さんの魂が宿った俺。会いたくないか。大丈夫。大丈夫。ダイナー世界へって書きました。いいですね。そうか。
いやね、もちろんその第2あでも2あって僕しあやめ言わない僕なんでもないです、なんでもダメ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 ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、そうなんででもね、このダイナーがやっぱ日本映画ってすげえんだぞって、うん、やっぱ世界に言える作品だと思うので、うん、なってほしいなと思いました。以上です。僕は食事をしなくても死なない体になれますようにって書いたんですけど、いやなんかね、ぶっ飛んだ願い事を書いてくださいって言われたんで、まあ、最初はなんか人を殺してもうんたらかんたらって書いてたんですけど、なんか何人かの大人たちにそれはちょっと本郷さんコンプラ的にやめましょうって言われたんで、だから実に本郷かなたらしい回答を無難に書いておこうかなと思ってこんな感じにしました。はい、食事があんまり好きじゃないのでこれだったら最高だなって。あでもね、美味しそうでしたね。あのハンバーガーは食べたいな。美味しかったですよ。はい、以上です。